男児。よいしょとはい、また自家製のうちのベランダで育てている大葉行きましょう。大葉、いやーよかった、晴れてきた晴れてきた。さっき雨でどうなるかと思ったよ。いやー、うちのねこの大葉が結構ね虫もつかずに育っていてありがたい。よし、これうまいんだよ。やっぱ大葉が大好きな男にとってはこれは欠かせません。よいしょ。刺身こんにゃく好きなんだよね。うわ絶対これうまいじゃん。うまいよこれ絶対。でからし味噌もいいんだけどさ、あえて生姜はねたっぷりがいいですよ。はい、いいんじゃないの。 OK で、ごまをねいきますよ。パラパラパラーっと、パラパラパラーっと。はい、 OK で、醤油ちょい足しの、醤油ちょい引きのだな。で、さっきのさ、これをドンとこういう風に置いて、これと一緒に食べながらだな。味ぽんでしょ、味ぽん。夏はやっぱさ、この酸味がいいんだよ。はい、味ぽん。はい、たっぷりたっぷりたっぷり。はい、行きましょう。オッケーオッケーオッケー。いいんじゃないの、これ。よいしょ。行こうよ。行こうよ。行こうよ。絶対うまいから、これ。間違いないから。よし、行こう。行こう行こう。よし。うまちょっとこれうますぎでしょ最高。前にもこれやったことあるけどさ、いつだか忘れたけど、夏にこれは最高だよ。もう一発目のね、もうこのつまみとして最高。うまいでしょこれ絶対。うまいよ。あー、これ生姜入れて完璧。生姜とこの大葉の多さがいいね。これビール行こうよ。ビール札幌ゴールドスター行こうよ。あうあう。なんで刺身こんにゃくってこんな美味しいんでしょう。これ無限に食えるわ。しそと生姜をいっぱいいっぱいのせーの、のせーの。たまんねえ。これはたまんねえよ。ダンダンダン、ダンジ。
で今私がこのキャンプ場にいるということで、あの駆けつけてくださったご視聴者さんから久保田お酒いただいたのとお刺身いただいちゃいました。本当に皆さんありがとうございました。いやー嬉しいね。今日は飲んで食っちゃうよいただきます。今何時？まだ2時ぐらいそれでもうこれはやばいでしょう。いやこんないただいちゃったよ。はい、こうやってかけてーの、かけてーの。これ久保田らしいですよ、久保田。やば、あー落ちちゃったよ。よしいやいただいちゃいますよ。よいしょ刺身にはやっぱり日本酒でしょう。行こうよ。とりあえずお酒まずよいです。これやばいぞ、これはやばい、マジでやばい、うまそう。よしこれなんだ、これな、よしよいっす。ああうん、いいね、酒と合うね、これカツオだ。うまいね、アジかな。よしあー幸せ。よし、ここのキャンプ場のね、まあ、あえてデメリットを言えばね、これ道志道からめちゃくちゃ近いから、ツーリングの人のバイクの音がもうひっきりなしに聞こえる。目の前が、まあ、川だから、川音である程度は消されるんだけど、気になるね、やっぱね。これ夜が結構うるさいかもね、寝た時もね、夜走ってる人いるからね。これぐらいかな、それ以外はもういいところばっかりなキャンプ場だね、ここは。音かな。ダン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 ジ。私ね、こういうのを家でやってこないんで、なんでかっていうと、キャンプって効率化とかじゃないと思ってて、これ自体もキャンプに来た時の楽しみだからね。家で
なんかこっちに来てからやるとめんどくさいからとか言って家でねやってきたりはねしない。とにかくキャンプ場に来てこういうことやってる時もキャンプの楽しみの一つだから、まあ、そんなんでいいんじゃないかなと、うん、思うね。楽しいんだよこういうのがさ。さっぱりしたものからちょっと変化を加えていこう。砂肝、いつもはね夜な砂っていうのね、まあ夜中にただただこの砂肝を串で刺して焼くだけなんだけど、今日はちょっと美味しいレシピをやってみようかね。いこうよ。これさ斜めなんだよな。これを半分に切ろう。いつもでかいんだよ。でかすぎんだよ。ちょっとさ、これを切ろう、ね。ご視聴者さんから教えてもらったんですけど、この白い部分が硬いんだってね。まあこれ取らないけど、まあ切りましょうかとりあえずね。よし。これぐらいのサイズがいいかもね。食いやすいかもね。あ、やっぱ硬いね。ちょっとさ、これさ、ここに入れとこうか。こうやってね、入れとこうよ。硬い。やっぱり砂肝ちゃんは、このまま食ってるっていうのはすげえんだな。お、結構硬い。お、よいしょ。よし。よし。オッケー、切った。そしたらパプリカ行きましょうよ。行こう。よし、でかいね結構これ。パプリカってあんまり使わないからな。どうしたらいいんだ。普通に切ればいいのかな。よし、よいしょ。いい感じになったので行きましょうかね。よし、 OK。 はい、今日もココパン行きましょう。オリーブオイル、よし。よし、砂肝ちゃん行こうよ。よし、うふー、
いいね、いいよいいよいいよ、いい感じよいい感じよ、じゃあもう一回、おいほう、おいほう、いいんじゃないの、やめとこやめとこ、塩、うっ、胡椒、あっ、あっ、はい、うまそうだねこれ。砂肝は最強だからなこれな、これ大好き。あちっちゃいの食ってみようかこれって、うん、あいいぞ、めちゃくちゃうまい。じゃあここにさパプリカちゃん行こうよ、この砂肝とパプリカが合うんだ、味がめっちゃ合うんだよこれ。よしこれ炒めてこいよ、もうちょっと胡椒だな、よしよし、よいしょい、これを炒めてさ食ったらめちゃくちゃうまいっすよ。なんでこれ砂肝とパプリカと合うんだろう、ほんとこれうまいんだよね、うん、なんだかよくあんないけど合うんだよ、うん、とりあえずさ炒めて炒めて行こうよ、もうパプリカは軽くでいいからシャキシャキ感残しておいた方がねえ、行こう、よし、いい感じになっちゃうよ、よし、いいぞ。そしたらさ、そしたらここにさ醤油でしょ、醤油だーっと、はい、これさいいよいいよ、これ最高だよ、絶対うまいから、絶対うまいからこれ。間違いないよ、醤油味加わっちゃってもうこれうまいから、いいんじゃないこれ、ちょっと食ってみようよ、はいはいはい、よしよしよし、うまっ、これはうまいぞ、うん、パプリカの味が入ると劇的にうまくなる、不思議だけど、うんうん、合うね、いいよいいよいいよ、うん、最高、めちゃくちゃうまい。これなんでパプリカを入れるとうまいんだろう。すげえ不思議なんだよな、うん、うまい、合うね、合うよ、たまんない、たまんないこれ、もうちょっと塩足した方がいいかな、今口から出たわ。これいいんじゃないの、うん、うまい、最高、うん、うますぎる。うん、これ今日よくわかったわ、やっぱ味濃いめの方がうめえわ。塩コショウでもいいんだけどそこに醤油をいくみたいな、うん、まあ、酒にめっちゃ合う、これ居酒屋あったら成功するんじゃないかな。味濃いめ居酒屋みたいな。うん、うまい、最高、ダン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 ジ、こうしてこれがいいかな、こうしてこうして、よし、まあ俺はいらないかもしれないですけど。これでしょうか、道志川の本流ですよ、本流、道志川のね中流域にあります椿キャンプ場というねマニアックなキャンプ場ですね、私が今までいた中ではマニアック中のマニアック、うん、かな、おー、危ない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 、ちょっと待
断じ。